顎からさ、ヒール一本生えてる、まあ、知ってるでしょ、肩、鎖骨、をさ、なんか布団ペッて触った時にさ、あれと思って、なんかあると思って、で、その原因をこう、探るじゃん。わさわさわさって。で、その時、まあ、ちょうど鏡も何もない、買ったからさ、とりあえず手でわさわさしてるじゃん。そしたらなんか髪の毛みたいなのがくっついてんなと思って、取ろうとするじゃん、皮膚が伸びるじゃん親、みたいな、これもしかしてと思って、そのまま引っ張るじゃん、バンって、ってなってさ、生えてるついに鎖骨も来た来た、しかも白髪。え？いきなり白髪なの？そう、いきなり白髪、しかもちょっと長い育ってんじゃん、ま、お育ちになってるなんかさ、体から毛生えてくるよね、年取ると、怖いんだけどなんだろうね、不思議。本当に怖かった。鎖骨から白髪って、ね、なんか黒いんだったらまだしも白髪かよってね。白髪、今白髪生えてる？ある？生えてんじゃない、あんま何気にかけて見てないからあれだけど、生えてると思うよ。やっぱ白髪もこれからどんどん増えてくるわけじゃない。全然もう気になんない。本当、うん、私やっぱ抜いちゃうんだよね、見かけると。全く気になんない。あとその髪とかがさ、まあ抜けて落ちてたりするじゃんよ、そこに白髪があるとさ、はぁってなるなんか自分のこう頭に生えてる状態で白髪を見つけるより抜け毛で見つけた時の方がショックがでかいはぁーみたいな、生えとるっつって、白髪ね、最近興味なくなっちゃってんだろうな自分鏡見た方がいいよもうさ、久しく美容室も行けてないしさ、余計もう何も気にしないよね。美容室もなんか昔より行く頻度が減ってる気がする。髪長いからっていうのはあるけど、今は。まあそれはあるな。あとあとシャンプーができないからさ、美容室で、シャンプーしてもらうと気持ち悪くなっちゃうからさ、吐き気を我慢するだけの大会になっちゃうからさ、もう一刻も早く家に帰りたいみたいになっちゃうから。逆に気になるんだったらグレー、あ、シルバーッシュみたいな私どこを目指してるの気になんなくないしたら、あとこれショートとかだったらまだあれだけどさ、ロングでシルバーって結構さあれだな。全体じゃないよ。え、全体じゃなくて、え、そう部分的にしっぽい感じでさ、へー、可愛い、めっちゃ可愛いと思うんだけど。本当に？うん。なんか逆にメンテナンスというか管理が大変になっちゃいそう。可愛いと思うんだけどな。そうかね。うん。そうですかね。そんだけ白髪気にしてんなら。気になるよ。でもデリケートな問題だよ。だいぶデリケートだよ。生えたところで気にならない、自分に興味がない鏡見なさいってダメだね、本当に興味ないわ。鏡見なさいよ。最近洋服、その延長線上なのかな、洋服とかもさ、何着ててもいいやみたいな鏡見なさいよ本当に。洋服、寒さとかがもう何感じなければいいやみたいな。僕もあんまり興味なくなってきちゃったな。洋服もさ、
結局新しい服買ったところでさ、その服が今日買った服なのか1年前に買った服なのかなって着てる本人しかわからないからね。テンションが変わるよね。まあ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 、自分がモチベーション